もう2年経つかな、あれペンギン村っていうサービスを一昨年作ったんですけど、規約考えるのめんどくさかったんで、プペルの西野さんのオンラインサロンの規約をパクりました。多分西野さんがペンギン村の規約を見たら、あ、これパクってるって絶対分かると思うんですけど、まあ、基本的に、まあ、あくまで規約って思想感情の表現はないので、著作物として主張するには結構難しいんですよ。というのと、あとまあ、多分西野さんだったら笑って許してくれるかなっていうのがあって、パクりました。なので、大体僕サービスやるときどっかからパクるんですよね、規約。で、ヤフーとかもよくパクってます。なんか新しいサービスで、あ、これなんか似たようなサービスヤフーがやってたよね、とかってあると、こうヤフーの規約見て、パクって載せます。はい。なので、規約1から考えるとめんどくさいので、似たようなサービスの規約をパクるっていうのが効率いいんじゃないかなと思います。はい。